ミスターお口のステージショー講座、パフォーマンスを仕事として成功するための理論。はい、こんにちは、ミスターお口です。よろしくお願いいたします。今日はですね、小さな、お友達、6歳、未満ぐらいの小さな、お子さんに対する時のパフォーマンスの、注意点というか、そういうのをちょっとお話していきたいなと思います。まず私が、実体験で自分の体験で言いますと、もともと大道芸でスタートしましたので、大道芸でやる時っていう時のお客さんっていうのはほとんど、家族、ご家族ですね、ファミリーであったり、カップルとか、おじちゃんおばあちゃんもいますかね。大人もいれば、小さなお子さんもいるっていう状況が結構大道芸の、お客さんの時は多いんですね。で、その大道芸とはまた別にイベントパフォーマンスで呼ばれる時、例えば、幼稚園、それから保育園なんかにも、出演させていただきます。で、大道芸の時とまたちょっと違って、その幼稚園とか保育園の場合は、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、保護者の方はいませんで、小さな園児さん、小さなお子さんだけです、観客っていうのは。で、この時にちょっとなかなかうまくいかない時がありまして、でそれは、大道芸の時に、うまく、バーンとお客さんが盛り上がるんですけども、いまいち幼稚園保育園のところでパフォーマンスをしてても、子供たちがうまく気持ちをつかめてないなっていう時期が、ありました。で、いろいろちょっと原因を、探していたんですけれども、これも私の、ある先輩のパフォーマーを見て気づいたことなんですけれども、普段大道芸で喋っている言葉っていうのがありますけれども、結構大道芸で喋っているトークっていうのは、皆さんどちらかというと丁寧に話していることが多いんじゃないかなと思いますね。あまり汚い言葉を使ったりとか、あまりラフ、言葉がラフすぎないというか、結構丁寧な言葉を使うことが多いんですけども、これはどちらかというと大人の方に向けた喋り口調という感じですかね、私のイメージで言うと。で、実際その喋り方で、子供たちに、言った場合ですけども、例えば私が最初大人の方は彼に挨拶するときに、本日はお集まりいただきまして、ありがとうございます。今日お集まりいただいたお客様に少しでも楽しんでいただけるよう精一杯のパフォーマンスをさせていただきますというのを最初に冒頭にトーク入れますけども、これを小さな本当に3歳、4歳、5歳ぐらいのお友達に言っても、どちらかというと反応としてはキョトーンとしてる感じで、この人何なんだろうっていうことの方が多いですね。で、そのパフォーマー、先輩のパフォーマーはね、普段はそういう喋り方をしてるんですけども、小さいお友達に対しては非常にフレンドリーに優しい表現をしてましたね。こんな感じです。今日は、みんなにワクワクドキドキのとっても楽しいショーを見てもらうよ。さあね、今ので、もう全然違いますよね。分かってもらえると思いますけども、大人に対する喋、り、トークですね。それと小さなお友達に対するトークっていうのはもう全く違います。ね、逆に大人の方に対して今みたいな、小さなお友達にするようなトークをすると逆に失礼ですよね。それぐらい、大人と小さな、お子さんとは、この喋り方、言葉の、使い分けっていうのは非常に大切だっていうことが、それで分かりましたね。で、そうすることによって私も、そういう言葉をできるだけ、分かりやすい、小さな子供が聞いても、反応しやすい言葉に変えることによって、本当に子供たちの反応が変わりました。はい。ということで、大事なことはですね、年齢や、
小さなお友達に、とか小さなお子さんに対しては、できるだけ分かりやすい言葉を選んで話す方を変えてください。で、あと、何点か、気をつけることがあります。そのうちの一つは、まず、ゆっくりと言葉を話すことです。ゆっくりと。ね、小さなお友達というのはやはり、大人と違って、理解力が少し、ね、大人よりも弱いですから、できるだけゆっくりと話をしてあげると伝わりやすいですね。はい。そして、例えば話してる中で、普段の、言葉を出してしまって、どうも、子供ちゃんたちが、理解してないなと思ったら、できるだけ違う言い回しをして探して、納得、ね、理解できるような言葉に変換して変えて、お話をしてあげてください。そうすることによって、子供ちゃんの、雰囲気もどんどん良くなっていきますね。はい。そしてもう一点、とても大事なことがあります。で、子供というのはですね、本当に、大人と違ってですね、素直なんですね。で、特にこの方法がいいっていうのがあります。それは、会話形式。これはもう非常にいいです。小さなお子さんに対しては。会話形式。まあ、要は言葉のキャッチボールですね。例えば、質問を投げかけますね。キャッチボールで。みんな、楽しんでますか？大体、幼稚園の、お友達は、はーい、楽しい。はい、こういうふうに返事が返ってきます。ところがこれ大人の場合どうですか？はい、皆さん楽しんでますか？はーい、とはほぼなりませんので、大人には実は会話形式結構難しいんです。よっぽど、ある程度ね、ある程度心を許しないと難しいんですけども、小さなね、幼児のお友達は逆にそういう素直ですから、キャッチボールうまくもですね、何々が見たいですか？はーい、ね、返事が返ってきます。何が見たい、何々が見たい、何々が見たい、ね、こういうキャッチボールがうまくいくととてもショーがスムーズにいくようになりますので、これも気をつけてやってください。そうすることによって、もし今まで、どうもちっちゃい子が苦手だなって思ってた人なんかも、必ず、うまくパフォーマンスができるようになると思いますので頑張ってください。以上です。